皆さん聞こえますでしょうか。上から読んでも下から読んでも聞こえますでしょうか。よいしょ。すいません、ちょっと歌枠の準備でバタバタしておりましたゲーム配信が続いたので、ストリームキーとかがごちゃごちゃになってました。申し訳ございません。聞こえます。 OKOK。 はい、皆さんこんばんは。上から読んでも下から読んでもマスターチワチワだよ。こんばんは。本日は、寝かしつけ、寝落ち歌枠ということでジブリ曲が多くなっております。よろしくお願いします。で、題名にも書いてある通り、最初にですね、最初の方にお知らせをしようかなと思っております。てか今からするんですけどももうね、さらっとお知らせをしようと思います心の準備はよろしいでしょうかまあそんな構えることでもないんですけれども、ジブリ寝落ち歌枠めちゃくちゃお世話になってる、ありがとうそうですね、以前もやりましたね。じゃあもう出します。よいしょ。まあ、新グッズ発売ということで、まあ、ちょっとブースでね、パーカーとかいろいろあるんですけども、また新しくグッズを作成いたしました。まあ、少し早めのクリスマスプレゼントみたいな感じです。よいしょ。で、詳細がこちらですね。頑張って絵をね描きましたね、本当はね20万人記念で出そうと思ってたんですけれども、ちょっとねなかなか時間がなくて、やっと完成いたしましたので、明日18時ですね、12月22日18時にこちらの新しいグッズを販売させていただきます。よろしくお願いいたします。私たちもオリジナルアクリルキーホルダー4種、私たちもオリジナルステッカー4種、私たちもオリジナル缶バッジ年6種、これ、ね、缶バッジね、このゴンザレスのねハムスターアースがあるんですけどこれ松田のお気に入りですそして松田ちゃんオリジナルマグカップ、こちら裏にね松田の名前もついております。お知らせです去年眠っちゃったわけなのにお知らせ、いやもう最初にやるしかねえなって思って挟みました、すいませんねそれでは明日の18時、23時公式ブースにて発売されますので、よろしければどうぞよろしくお願いします日本語がわからんということでお知らせでした。よいしょ。ここはちっちゃくして置いておこうと思います。今日はね、これをこうじゃ、ちっちゃくならんちっちゃくならん、あんま見えんあんま見えんけど、よろしくお願いしますゴンザレスをいただこうか。ぜひゴンザレスのお尻の穴買ってください、ぜひよろしくお願いいたします。1曲目はちょっとだけ大きく写しとこうかちょっとだけ写しときます。よし。それでは歌っていこうかなと思います。あ、すいません、携帯の通知を切るの毎回忘れますはい、ちょっとお待ち。こうしてこうして、明日は夜勤なので先にグッズ代を置いておきますねグッズに使ってくれあ、スーパーチャットありがとうございます。いやー、やっとね、やっと出せました。なんか出したかったんですよね、缶バッチ類をあとマグカップとか、それでは1曲目いこうかなと思います。少々お待ち、お水を飲みます。
それでは初めて歌枠のも始めていきます。寝落ち歌枠なのでぜひぜひ皆さん寝ていただいて大丈夫です。よろしくお願いいたします。寝ます。おやすみ。おやすみ。1曲目いきます。ということで1曲目は
風になるでした。聞いてくれてありがとう。猫の恩返しの曲です。聞いてくれてありがとう。ちょっとミュートにします。マイクの位置を調整します。調整しました。拍手ありがとう。ありがとうございます。スーパーチャットも本当にありがとうございます。じゃあこの宣伝を小さくして、よし、歌った曲左上に書いていきます。よいしょ。では次の曲に行きます。少々お待ちください。拍手ありがとう。自由に寝てください。よいしょ。センバーさんもありがとうございます。では次の曲に行きます。
ということで、2曲目アリエッティ、カリクラスのアリエッティよりアリエッティーズソングでした。聴いてくれてありがとう、拍手ありがとうございます。歌った曲を左上に書きます。拍手ありがとう。よいしょ。22万人配信のアーカイブ見てきました。雰囲気が全然違い、びびれました。22万記念即終了のやつかありがとうございます。うん、お水を飲みます。ギター枠を昨日はちょっと収録していて配信できませんでした。申し訳ございません。初めてラップをねしました昨日。では次の曲いきます。Thank you.
ということで3曲目テレの歌でした。聴いてくれてありがとう。拍手ありがとう。よいしょ。寝落ちする前に投げます。昨日のウンパー最高でした。何回リピートしたか分からなくなっちゃった。めちゃくちゃ癒されたので明日からの仕事頑張ります。ありがとう。じゃあこそありがとうございます。昨日配信できないからなんか短い動画出すかと思ってウンパーって出しました。で投稿した後に矢車リネとネタかぶりをしているのを知りました。ごめんなさい矢車リネ矢車リネのパンもめちゃ可愛いので見てくださいよいしょ。歌った曲を左上に書きます。では次の曲に行きます。静かな
ということで、4曲目命の名前でした。聴いてくれてありがとう。千と千尋の神隠しの曲です。拍手ありがとう。この曲めちゃ好きで歌ってみたの出しておりますので、よろしければそちらもよろしくお願いします。お昼のモスバーガーでありがとうございます。ちょっと待って、お水を飲みます。飲みました。それでは次の曲に行きます。
い、ということで半分ですね。5曲目は優しさに包まれたならでした。魔女の宅急便からの曲です。お水を飲みます。ありがとう。次の曲はですね、一応ジブリをジブリ多めって書いてあるんですけど、多め、あくまで多めなのでジブリ以外も入っております。少々お待ち。ゆっくり寝てくれ。次の曲いきます。帰り道ふざけて歩いた、わけもなく君瞳が泣きそうな声が今も僕の胸を締め付ける。すれ違う人の中で君を見かけた。照らし続ける。
しない時を越えてく思いがある。僕は今すぐ君に会いたい。僕は今すぐ君に会いたい。はい、ということで、6曲目は時をかける少女より変わらないものでした。聞いてくれてありがとう。 Thank you for listening。 よいしょ。次の曲もジブリじゃない曲で、次の曲終わったらあともうジブリです。ありがとう。初見です、こんばんは。こんばんは。初見さんの方いらっしゃったら、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価ぜひよろしくお願いいたします。で、では次の曲いこうかな。よし、ぬくもりを全部
ためにできることが僕にあるかな。いつも君にずっと君に笑っていて欲しくて、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部、これからは僕も届けてゆきたい。本当の幸せの意味を見つけたから、ということで、聞いてくれてありがとう。7曲目は、スタンドバイミードラえもんよりひまわりの約束でした。聞いてくれてありがとう。スタンドバイミードラえもんはいいぞ。号泣しました、マジで。先日ね、スタンドバイミードラえもん2を、ね、見に行きました。いや、よかった、めちゃくちゃよかった。ぜひ皆さんもご覧、聞いてしまえばこんなチャンネル登録して、ありがとう、ありがとうございます。もう今日は好きなように寝落ちしていってください。間違えた。こっから、ジブリ曲ですね、残り。お水飲みます。はい、飲みました。ということで次の曲いきます。ごめんなさい。昨日
はい、ということで、8曲目は世界の約束、春の動く城より世界の約束でした。来てくれてありがとう。拍手ありがとう。天気もあるしね。よし、歌った曲を左上に書きます。飲みました。良い歌だ。そう、いい歌なんですよ。春
全部好きなんだ。ってことで次の曲いきましょう。うん、ということで9曲目は君を乗せてでした。聴いてくれてありがとう、ラピュタの曲です。拍手ありがとう。 Thank you for listening。 拍手ありがとう。あ、スーパーチャットも本当にありがとうございます。いつもなら10曲なんですけど、あと2曲あります。今日は10曲です。よろしくお願いいたします。
歌詞を調べるので少々お待ちください。10曲目聴いてください。Do do do.
ということで10曲目はいつも何度でもでした。千と千尋の神隠しの曲です。よいしょ。はい、拍手ありがとう。 Thank you for listening。それでは次で11曲目最後の曲になります。本日最後の曲、ちょっとふにゃふにゃなったらごめんなさい。歌詞調べます。先最後のになります。聞いてください。ということで10曲目は、風立ちぬから飛行機雲でした。聞いてくれてありがとう。拍手ありがとう。 Thank you for listening。 ということで本日の
睡眠導入歌枠11曲すべて歌い終わりました。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。はい、初見の方いらっしゃったらチャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価ぜひよろしくお願いいたします。ありがとう、ごちゃごちゃありがとう。そして最初に告知をいたしたのですが、明日の18時ですね、今日かも、本日12月22日18時より23時公式ブースにて山下ちまどの新規グッズが発売されます。キーアクキー、ステッカー、缶バッジ、マグカップ、4種類ですね、よろしくお願いいたします。ありがとう、最高だった、ありがとう、聞いて、こちらこそ聞いてくれて本当にありがとう。本日も、ね、楽しく歌わせていただきました。あ、スーパーちょっと本当にありがとうございます。睡眠導入なんですが、本日はね、ちょっとスーパーチャットを読ませていただきます。ありがとうございます。一回終わりにしましょう。言うことないかな、また土日配信かなって感じです。よろしくお願いいたします。それではおとちまでした、バイバーイ。ちょっと待って、飛行機雲を書いておこう。おとちまありがとう。それではこれを消して、 OK。 じゃあ寝てる方もいると思いますが、スーパーチャットを読ませていただきます。本当にありがとうございます。いつも大きくしとこう。スーパーチャット、スーパーチャット、あった、よいしょ、どこだ、よいしょ、あたちまでした。では読みます。待ってね。読みますって言ってからすみません。めっちゃ時間が経っていますが。よいしょ。読みたい。よし。テアさん、ありがとうございます。レザーフラミンゴさん、グッドイブニングチマー、ローキングフォワードトゥザシンギングストリーム、Thank you。 林原ゼロさん、買います、ありがとう。上層のクーさん、ありがとうございます。豊か竹内さん、ありがとうございます。ムーンゲートさん、いつも寝落ちしてしまうので先に投げておきます、ありがとう。金子くんさん、おかげで年末進行が終わり、26日から冬休みです。あ、冬休み楽しんでください、ありがとう。林さん、ありがとうございます。鉄尾美子さん、ありがとうございます。エプロンさん、ありがとうございます。アカリーナさん、歌声がしみる、ありがとう。ジャッケンボーブートさん、美しい、ありがとうございます。サスレイのヘタレさん、寝落ちする前に投げます、あ、ありがとうございました。変態冒険クラブさん、すげえ名前だな、ありがとうございます。ハンアルターさん、今日も癒されました、ありがとう。そろそろ寝なきゃ、おやすみなさい。おやすみー、アーカイブ見てくれてるかな、ありがとう。アナンダレイノさん、アナンダレイノミコラさん、ありがとうございます。バニールリさん、大変な一日を過ごした後、あなたの声を聞いて癒されました、ありがとうございます。私は日本語が話せないので翻訳者を使っています、ごめんなさい。 Thank you ありがとう。チワはね、英語喋れないので翻訳をよく使っております、ありがとう。ローレンスさん、癒される、ありがとう。こちらこそありがとう。ユハクさん、ありがとうございます。ティアさん、偉い、ありがとう。ケビン・リュウさん、止まるんじゃねえぞ、園長。あれ、なんかいろいろ混ざってるけど、ありがとうございます。アトランティスさん、ちょっと読みたかった。ちまちゃん、お疲れ様、もうすぐクリスマスだね。コラボにボイス収録忙しくて、体調崩してないか、おじさん心配。ハムちゃんのぬいぐるみはプリティだけど、ちまちゃんに一番必要なのは僕かな。チンチラ。なんちって、ぎっしり。
変だよ。ありがとうございます。キューブのおささん、ありがとうございます。大地さん、これが聞きとうござった、何の歌だの時だったんだろう、ありがとう。 PLN さん、ありがとうございます。赤白さん、大好き、ありがとう。大好きだよジョーム、ありがとう。山地さん、さん好き、ありがとう、ジョーム好き。ユンファさん、ありがとうございます。カンムリさん、ジブリソング最高、最高だよな、ありがとうございます。スジさん、ディナーショーやってほしい、生歌聞きたいいつかね、生歌届けることができたら楽しみにしてください、ありがとうございます。林原ゼロさん、ありがとう。ちまちゃん、ありがとう。こちらこそ聞いてくれてありがとう。鉄アニコさん、ありがとうございます。お豆腐さん、生きねば生きてください、ありがとうございます。立花凛さん、ありがとうございます。読めない。 QFEUILLE さん、初見です、素晴らしい歌枠でした。 Thank you so much、 Thank you so much、 こちらこそ Thank you。 ジンさん、今日も歌ってくれてありがとう。ちまちゃんの睡眠導入歌枠、特にジブリはよく寝れるので好き、前回のも合わせてまたぐっすり寝れそうです、ありがとう。赤リムさん、今日も素敵な歌声ありがとう、待ちたらばありがとう。たけちゃんさん、すごく癒されました、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ジャレットさん、素晴らしい時間ありがとうございました、ありがとう。カイティさん、今日誕生日になりました、これは聞かせてくれたので、誕生日おめでとうございます、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーディアカイティさん、おめでとう、ありがとう。ナギさん、ちょっと早いけど、うつちま、今日の歌枠も最高でした、明日のグッズも買うね、ありがとう。今井の猫さん、今日も歌配信ありがとう、グッズ絶対買うね、ありがとう。伸びるチーズさん、素敵な歌ありがとうございます、こちらこそありがとう、伸びるチーズうまいよな。テアさん、町立ちまクリスマスボイス発売中、 EX 今回も最高なので買って、いつもね、ボイスの宣伝本当にありがとうございます。毎回言うの忘れるんですよね。23時オフィシャルストアにてマンスリーボイス12月とクリスマスボイスが発売中なので、そちらもよろしくお願いいたします。ウィンストン、シフォプテロンマキズさん、初見です、今来ましたが、とりあえずスパチャります、ありがとう。 S10 さん、マグカップを買う、ありがとう。シャオハムさん、土間、今更だけどキング100万再生おめでとう、ありがとう。そうです、100万再生ありがたいことに来ました、ありがとう。ヤギ座さん、お疲れ様でした、ちまちゃんの歌で誕生日を迎えられてよかったです、誕生日多いな今日か、おめでとう誕生日、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーディアヤギ座さん、おめでとうございます。ポンポンさん、最高で涙が出ました、グッズ販売時間には正座待機します、ありがとう。スカイシーさん、ありがとうございます。肝心のグッズ時間、グッズ販売時間に町田がツイッターに浮上できない疑惑があるけど、まあ、後々また宣伝いたします。デリラレステイクさん、今日の卒論はかどり大、卒論頑張ってください。肉まんぷにぷに太郎さん、感動しました、あなたの歌はいつも何度でも歌って本当に大好きです、ありがとう。ルンタルミンさん、ありがとうございます。浮上町さすらいのヘタレさん、寝落ちどころか逆に目が冴えちゃった、今日も最高の歌声をありがとう寝てください、ありがとうございます。若村ジャクソンさん、それじゃこれからちまちゃんの歌動画巡ってきます、おつちま寝ない1回、ありがとうございます。エムスターさん、世界の約束歌ってくれてありがとう、また歌ってください、ちまちゃん本当好きだ、押し続けます、ありがとう、また歌います。油の乗った崎原美さん、大変素晴らしかったです、お疲れ様でした、ありがとう。エクサーさん、グッズ買います、ありがとう。カラオさん、また寝落ち用歌枠が増えました、いつもありがとう、こちらこそありがとうございます。みずきさん、初見でしたが素敵な歌声ありがとうございました、初見さんありがとうございます。トリミートさん、寝落ちかけてた、今日も歌ありがとう、寝ていいんだぞ、ありがとう。アルバーさん、ありがとうございます。アンソンさん、お疲れ様でした、大好きです、ありがとう、今日も好きだ。マリリンブランケットさん、あなたの歌でまた歌うことを思い出せました、また続けられそうです、ありがとうございます。なんかよくわからないけどよかった、なんか 歌って楽しいよね、ありがとう。ちもね、よく人の歌聞いて、あ、やっぱ歌楽しいわってよくなるので、ありがとうございます。てっきゅん秋元さん、歌
タワーク初めてリアタイいたしました。素敵な歌声に眠るどころか気がつけば枕が濡れておりました。素晴らしい時間ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ、ぐっすり寝てください。タバタバさん、ありがとうございました。とてもいい時間を過ごせました。頑張って帰ります。ありがとう。ということで、全員読めたかな、多分読ませていただきました。本日もね、本当に本当にありがとうございました。明日グッズ販売18時で、次次回の配信は土日かなという感じ。平日にもしかしたらゲリラあるかもしれないけど、そんなに期待しない方がいいと思います。ということで、改めておつちまでした。ありがとう。おやすみ。